結局俺っちもここまで来ちゃったな。私は嬉しいな。肩を並べて戦えるなんて。大丈夫、アルゴさんは私が守るよ。僕も僕も守ってあげる。頼むぞ。とは言ってもお礼はいつか精神的にだけどな。それじゃあ行こうか。リアルワールド騎士団、前！剣心グラディアから授かりし加護、見せてあげるよ。さあ戦闘開始だ。かかってこい、ベクタの影帽子。Generator!
やはり食らいなさい。これでここよかった。なるほど。疲れたな。確かにネームドモンスター級だった。キボ、外まで背負ってくれてもいいんだぞ。それか引っ張ってくれよ。なんか言われた気がするけど聞こえなかったな。おい、年上は大事にしろよ。キリト君、片腕空いてるの？じゃあこっちもーらおっと。アスナまで。ドロシー、僕らどうする？お腹と背中に行く？え？迷ってる場合じゃない。行くよ。どうだ、動けまい？意味がわからないんだが。もう何これ。ああもうどいてくれよ。これ本当に何の遊びですか？なんだろうな、強いて言うなら勝利のじゃれ合いだな。深く考えるなドロシー、みんなキーボーをいじりたいだけだ。もう俺で遊ぶなよ。ほら帰るぞ。の族長よ、誓いは守りました。今この地の呪いは解けています。神殿への警戒は継続するべきでしょうが、ひとまず安心です。お前ドロシー。はい。暗黒騎士団迫害されてる存在、大罪の子供。あ、だが戦争で洗脳解いて、王がのみならず全て救った。住む場所困ったら王がの土地来い、かくまってやる。はい、優しいお言葉ありがとうございます。いよいよ最後は一区エリア、ジャイアント領、近畿の神殿、湾曲だな。でもその前にカーディナルに報告するため天幕へ戻ろう。